はい、皆さんこんにちは、西原です。はい、今日はですね、六法の使い方について、学習をしたいと思います。今日からですね、何回かに分けて、六法の使い方について、皆さんにお伝えしていこうと思います。今日はその第1回目でございます。今日はですね、目標は簡単です。六法を使ってとにかく、時間がかかってもいいので、条文を参照することができると、それを目標にしたいと思います。はい、ということで、前回の動画ですね、六法の、選び方のところで、私が推薦しました、この夕日閣のポケット六法、令和2年度版です。こちらを使って、やってみたいと思います。はい、ということで、画面が切り替わります。じゃん。はい、これですね。よいしょ、ずらしましょう。はい、で、箱から出していただきますと、ポケットロッパーあるわけですね。で、もういきなりですね、具体的には条文からやってみましょうか。ね、一番多いのは、なんとか法の何条を引いてくださいというのが一番使い方として多いですから、それができればいいんです。はい、ということで、もういきなりいきますよ。はい、じゃあ、例えば、私、民法の教師ですので、これでいきましょう。民法555条、これを見てくださいと言われたらどうするのかですね。はい、で、最初のページを開いていただきますと、ここに法令明作品というのがあります。で、このページの左下の部分を見てください。憲法、行政、行政、民法、商法、会社、民訴、云々かんぬん、こうあるわけですね。2段に当たってあります。で、これ、ちょっとビーッと見てもらうと、わかりますか、これ。右側の列がこちら側。左側の列がこちら側ですね。こちら側。に、こうあるわけですね。こうあるわけです。なので、今、民法が、あ、ここですね。ここに民法とあるので、このヒューって横にいて、こっちですか。ここを見れば、これが民法のはずですね。はい、民法。はい、民法でございます。で、この555条を見るわけですね。こう開いていくわけですが、ちょうどここのところに、何条か、何条から何条までこのページ載ってますというのがありますので、555を見るわけですね。最初のうちはですね、これ、買い立てのうちは開きにくいんです。だんだんページがこなれてくるんですね。はい。なので、6本見るとですね、どれくらいこの人勉強してるかわかるんですね。はい。ということで、555条ありました。ちょっと読んでみましょうか。はい、ここですね。売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずると書いてあります。このようにして、条文を見ていくわけですね。これが基本的な、条文の引用方法で、調べ方です。もう一枚やってみますか。それでは、有名な条文でいきましょうね。2問目。刑法の199条、これいきましょうか。はい、まだ画面が戻りました。はい、で、同じですね。ここを見てもらうと、刑法。あ、左側の列ですね。左側の列だから、この左側見るんですか。ビーッと来て、ここですか。ここを見ればいいんですか。はい、こうです。はい、刑法ありましたね。で、同じく、これ190、ここ見てるんですよ、僕。ここのとこ見てますよ。199まで行きますと、はい、ありました、ここですね。これです。はい、読んでみましょう。199条、人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処すると、このように規定しております。分かったでしょうか。まず、一番使いやすいのはですね、ここのところを見ながら使う、のがいいと思います。ところがですね、法律はこのようにここ12個ありますけども、66で12個ありますけども、法律12個なわけないですね。この法律、6法はですね、令和元年9月1日現在、収録法令202件の法令を収録しているようです。なので、いっぱいあるわけですね。この12個以外の場合どうするかというと、はい、じゃあ3問目いきます。例えば、不動産登記法3条。不動産登記法3条。これを見てみましょう。はい、この場合ですと、はい、法令明作品とありまして、これが、あ、い、う、え、を、かき、こけ、ことずーっとこうついてですね。したがって、は、ひ、ふとありました。不動産登記法、ありましたね。はい、610ページと書いてます。
はい、なので610ページを見ろ。610ページ。はい、ここからが不動産登記法です。で、不動産登記法の1、2ときて3条、ここですね。3条、ちょっと読んでみましょう。柱文項ですね。登記は不動産の表示または不動産についての次に掲げる権利の保存と、もう括弧飛ばしますか、についてするということで、1号、所有権、2号、地上権、3号、栄固作権、4号、地益権、5号、先取り特権、6号、7権、7号、抵当権、8号、賃借権、9号、配偶者、居住権、10号、採石権と、もう括弧なんか飛ばしましょう。という形で、このように規定がされているわけです。これ、後でまたまとめますかね、どっかで。この、並べてる、これ、号という言い方します。はい、それから、他、これがまあ基本的な調べ方になるわけですが、しばしば教科書なんかを読んでるとですね、法令が略称で使われることがあるんですね。毎回毎回長い法律の名前のものをそのまま使っててはしょうがないということで、長いものは略称で使えます。はい、この略称の場合どうするのかということです。はい、例えば、一例こんなやってみましょう。皆さんが読んでた教科書に、例えば不正アクセス1条と書いてた。不正アクセスなんだろうというわけですね。この場合ですと、はい、また戻ります。はい、この一番反対です。一番逆側から見ていただきます と、法令名略称というのがあります。法令名略称で、これのありました。不正アクセス、ここですね。ここです。不正アクセスとありますので、これ見ると不正アクセス行為の禁止等に関する法律1547ページ、だから1547を見る。1547、はい、ありました。1547、はい、不正アクセス行為の禁止に関する法律というのが正式名称のようです。で、その1条ですね。はい、ちょっと読んでみます。この法律は不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県、公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機にかかる犯罪の防止及びアクセス機能制限により、実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会、の健全な発展に寄与することを目的とすると。これが1条になるわけですね。はい、このような形で引いていきます。もう一度確認しておきますね。一つ目のやり方が、まあ、よく出てくる法律はこの6法の一番最初のここの部分使えばやりやすいよということ。二つ目、もう一番間違いないのはこの法令名作品ですね。これを使ってみる。それから略称が出てきた場合には、一番最後のこの法令名略称で調べると。まあ、この3つのやり方を知っていれば、まず出てくると思います。で、もしそれで出てこなければですね、この法6法には載ってないので、また別のもう少し大きな、6法で探してみるしかないと。こういう順序になるわけですね。で、こういうの時に、ネットでですね、法令データベースですか、を、用いるとかですね、こういう方法で、調べていけば条文に行き着くことができます。でですね、基本は、とにかく何度も条文参照してください。これやるのが一番大事です。精神論です。もうとにかく数こなさないとですね、条文引くのが早くなりません。先ほど、私がこの学生勉強してるかなというのを見るときにですね、6法を見ると、6法の大体ここのところですね、ここのところがどれくらい汚れてるか見れば、この学生どれくらい勉強してるな、大体わかるわけですね。これが一つ。それからもう一つはですね、条文引かせるときに、条文引くのが早い学生は、比較的この人、条文引くの慣れているなと。こういう見方をいたします。反対に見方すると、とにかく何度も条文を引いてみる。日本法は制定法国家ですから、とにかく条文を見て、その条文の解釈でやっていくしかないわけですね。なので、まずは条文を見ないと、それに基づいて議論をしないと。俺に言わせりゃこの法律はこういう条文だとか言ってもですね、これ議論にならないわけですね。条文に基づいて、なのでまず条文を確認するというところから作業する必要がある。したがってとにかくこまめにですね、何度も条文を引いてみるというのは非常に大事だと思います。
はい、それではですね、今日はとりあえずこれぐらいにしておきまして、次の動画ではですね、もう少し、この6歩をうまく使う方法、こういうポイントがあるよとか、こういうテコも見てくださいねということをお伝えしたいと思います。はい、それでは、次の動画まで休憩いたしましょう。お疲れ様でした。